タン。Hey guys, my name is わさもんな人ゆみち。改めまして、BL は世界平和、わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは佐々木と宮の第7話、困らせたくねえのにです。第7話。まあ、こちらの、配信。この動画に関しては配信自体がね一週遅れになっておりますので、テレビではもう第8話放送が終わっております。で、Dアニメストアだと、一週遅れになっておりますので、今回が第7話折り返しになります。はい、ということでね、前回のおさらい。第6話、もうほぼ確定演出なのではっていう感じ。非常に良かった、素晴らしかったね。だからね、今回がね、どう進んでいくんだろうか。前回のその第6話のケツ、歩道橋のところで、僕は先輩のことを、先輩のことというか、まあその佐々木先輩のことを、もうちょっと考えたいですっていう、嫌な感じではない風に伝えてはいたかな。だからね、宮野自身がこれからどういう風に動いていくんだろうなっていうのもあるし、佐々木もめちゃくちゃにっこりしてたよ。まあ、それが良かったなっていうのはありましたね。で、好きだと触っちゃうじゃんみたいなセリフもあってさ、もうほっほっって失礼取り乱しました。はい、ということでね、早速第7話見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。今ね、いかんせん外壁工事の撤去作業中になるんですよ。片付けをしてるんで、それでちょっと金属音というかね、まあ、パイプガシャンガシャンになってる音はするんですけど、申し訳ない。そこはちょっとご了承いただきたい。このタイミングでしか僕もね、ちょっと見ることはできないんで、申し訳ないですよ。で、春アニメの方にね、BL 枠がないんすかね。あんまり詳しくは探れてないんですけど、もし情報がありましたらお願いします。はい、それでは、Dアニメストアで第7話再生していきます。 3,2,1 スタート。女装大会、女装大会、絶対宮野やん、やるの。絶対決まったよね、もう。どう考えてもこれ宮野がやる流れのやつじゃん。で、さっきも言ったんですけど、春アニメをもう何見るかなーっていう動画は出しておりますんで、ちょっとね、それは前の方に遡っていただいて、その動画は出しておりますんで、そこからちょっとお願いします。で、今現在に気になってる作品が27作品あります。で、まあその中でも確定しているのが11作品。呪術廻戦は再放送なんで、まあそのタイミングに合わせて動画出していこうかなっていうふうには思っておりますんで、まあ実質10ぐらいかな。なんで、残りのその10いくつ、20ないぐらいの作品、まあでも15、6作品ぐらいは、まああくまでね、皆さんの意見を参考にして決めようかなっていうのと、多分 BL 作品がないんですよ。多分春アニメで BL 枠がないから、何かしらちょっと BL を摂取したくなってしまう時があるかもしれないんで、もしよかったらね、コメント欄でちょっと教えていただきたい。 BL 作品ちょっと見たいんでね、スパラバーとか、そこら辺好きでした僕は。本編開始。第7話、困らせたくねえの。わお。生徒会長。ミスカッコカリコ、
性癖品。何があったの？どんなんかな。本当だよ。まあそうなるよね。勝つ。クラス最高なんだ文化祭。いいの？補欠で助走って何？いやでも勝ち行くんだったらいいじゃん。なんでいいんだよ。ああそういうことね。勝ち確か？ああありやね。ちょっとギャルっぽい感じで行くの。がっつり女やん。AV からだよ、AV から。お兄ちゃん。はあ。絶対レイヤーじゃん。は？委員長。今は、うん、大丈夫だった。委員長がジョーカーを持っている。早い。そんなわけないだろ。ああ、分かりやすい。本当に負けたやん。あらあら、あら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 、かわいい。
だから この作品読ませてくれよ、面白そうだもん。その目、その眼差し、その眼差しで分からせてよ。いや、いいんだよ。ほう。はなんで女が入ってくんだよ。いられんだよ。ああ。術部ってこんな荷物多いんだな。どういうこと？あれお前だったのか。お前だったのか。っていうことはもっと好きな子じゃん。うわあ、もうそういう目線で見るんだね、やっぱ。あれ、やばいよ。なんか楽しそうな感覚だよ。やばい、触んなよ。触んなよ。触んなよ。よーし、よーし。ダメ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。書くだけでいいの？本当はもっといろんなことしてんじゃないの？
よくわかったな。だこ。あ、やばい顔になった。やばい顔になったよ。だけだけだけ抱きしめろ。つなげつなげ、あー、バイトか、パン屋でバイトしとったもんな。お、ピアス取って偉い。どうだろう。嫌だね、どうしようか、困っちゃうよ。あ、そっか、入院中だもん。うち？実家パン屋だったんか。まだお礼できてなかったんだ。
すごい、えらい子だ。なんで？どうして？まさかだったら実家パン屋なんだな。おはよう。時代よな。CD を入れたっていう表現、今サブスクが主流だもんな。いいね、イヤホン半分こ。ドラマにもあんだ、そういうの。お互いが気づき出した。買ったの？こうやって広がっていくんだな。いい笑顔だ。抱きしめろ。いけ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 。そうじゃないでしょ。今顔真っ赤だよ、多分。抱きしめていいんだって。大丈夫だよ。いやー、理性との戦いだったね。いやー、抱きしめていいんだってば。でもやばいな、あの美術部の子は多分また今後も来るでしょう。で、なんかよくわかんないけど、あれだろう、あの文化祭の女装をなんかどっかしら何かしらのタイミングで見るんじゃないか。文化祭に来たりすんのかな。次回が多分文化祭の話とかなんじゃないかな。どうだろう。うわー、でもそうなってきたら、あれ、宮野ってやっぱりいいよなーとかなったりすんのかな。で、そこで佐々木が入っていてこう。いや、俺のミヤちゃんだからみたいな感じの。ああ、
どうなるんやろうねこれ。いや、なんだろう、もっと見たいから。マジで、うわー、これ終わったらやべえんだよな。ほんと春アニメの BL 枠がないはず。ないかも、多分。第8話、気づいた。何に気づいたんだろうね。あら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 、何に気づいたんだろうね。うん、楽しみ。やばいな、でももう折り返しだよ。きついな、やだ、終わんないで。頼むからこれみんな見ようよ。第8話どうなってんだろうな。でも絶対出てくると思ってた方がいいよな。まあだから次回の第8話じゃなくても残りの8、9、10、11、12、13、まあそれぐらい、残り5、6話の中で、あの美術部の女の子は出てくると思っといた方がいいでしょうね。いやー、抱きしめろよ、強く抱きしめてって、こういう時のための歌じゃないの？違うかな、違うね。はい、ということで、もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお持ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひよろしくお願いしますね。申し訳ないね、この外壁工事の撤去が合ってるから今ガチャンガチャン言ってたんですけど、申し訳ない、本当にそこはしょうがない、ごめんよ。はい、ということで、佐々木と宮の第7話、困らせたくねえのにでした。ありがとうございました。7位。